んにちは、ユアーズです。今回はカローラクロス専用マフラーカッターのご紹介です。カローラクロスの純正のマフラーは見た目が寂しくイマイチですよね。ユアーズのマフラーカッターは2本出し、取り付けるだけでリアビューがぐっと引き締まり迫力が出ます。しっかりとしたステンレスで綺麗な鏡面は様々なボディカラーに合わせやすく、固定バンド1箇所を締め付けるだけの簡単取り付けなので初めての作業の方にもおすすめです。しかも落下防止のワイヤー付きなので万が一の時にも安心です。リアバンパー下側に潜り込むのでマットを敷いて作業してください。マフラーカッターの固定バンドをマフラーに差し込めるくらいまでドライバーを使って緩めてください。マフラーカッターを奥まで差し込んでください。固定用バンドを軽く締め付けます。バンパーと平行になるように調整してください。位置が決まったらしっかりと締め付けてください。ワイヤーロープ専用パーツに落下防止ワイヤーを通します。固定用バンドにワイヤーを通してください。ワイヤーの先端に専用パーツを通してください。圧着レンチで固定してください。反対側のワイヤーの先端に専用パーツを通します。ワイヤーをマフラーのステイに通してください。先端を専用パーツへ通してください。ワイヤーを引いて長さを調整し、圧着レンチで圧着してください。余ったワイヤーをカットし作業終了です。簡単装着で手軽にドレスアップ。もちろんマフラーごと交換するわけではないので排気音は変わりません。排気音が大きくなったりすることはないので、ご近所の迷惑にならないところもいいところですね。カローラクロスのリアビューにインパクトを加えたい方、ぜひお試しください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。